シーパルピア女川は,は、宮城県牡鹿郡軍女川町女川に所在する、テナント型商店街である。道の駅女川を構成する施設の一つであり、施設内には、ミニスーパーや、小売店、飲食店といった、様々な業種の27店舗が出店しており、日用品、工房、飲食エリアから構成されている。なお、2018年11月時点では開店してから、 テナント入居率100%を維持している。尾長川未来創造が建設、運営を担い、総工費の7割は、国の津波、原子力災害被災地域、雇用創出企業立地補助金で賄って混流された。尾長川駅から伸びているプロムナードをまたいで、木造5棟、鉄骨造り1棟の6棟の平屋から構成されている。 女川町の公式キャラクターであるシーパルちゃんが住む三橋ということでシーパルピア女川と名付けられたとされる。シーパルピア女川の位置2 0 1 1年3月11日に発生した東日本大震災の津波によって女川駅前の市街地が住宅や商店などの建物が破壊され流出するなど壊滅的な被害を受けた。その後、 市街地の再生計画が発表され、傘上げ工事で旧市街地跡が約5メートルほど傘上げされた。傘上げ工事が完了し2015年5月に商店街の店舗建設が開始され、2015年12月に竣工し営業を開始した。東日本大震災の被災後に女川町復興計画の一環で駅前の商業区域として整備された。 女川駅を中心として街の中枢を担い、いわゆる街の顔としてシーパルピア女川は機能する。地域の交通管制を軸に地域間の連携を図る賑わい拠点の構想からコンパクトな市街地を造成するために商業施設や公共施設を集中させている。中心を貫くプロムナードを軸とし飲食店を中心に展開するフードエリア、 物品販売や食物販売など住民の生活に重きを置くデイリーエリア観光客や住民にくつろぎの場を提供するファクトリーリテールエリアの3つのエリアに分かれてテナント募集型の店舗が立ち並び営業している。これはプロムナード沿いの商店街がシャッター街化することを防止しシーパルピア女川を街の溜まり場として機能させ 中心市街地における人の回遊性、エリア間での連携による集客の相乗効果を高めることを目的としている。シーパルピア・オナガーが造成される以前の旧駅前市街地は東日本大震災の津波によって壊滅的な被害を受けたため、再び同規模の津波が発生した場合に備え、減災を意識した構造になっている。具体的には、オナガー駅と 国道398号線の間にあるシーパルピア女川の土地を盛り土によるかさ上げで、海抜を5.4メートル以上にしており、東日本大震災の津波と同規模の津波が襲来してもシーパルピア女川の造生地を防潮堤のように働かせることによって、最悪の場合でも商業施設までの被害に限定し、住居に対する被害が及ばない構造になっている。 地元市場浜テラスは、シーパルピア女川内にあるテナント型商業施設、及び観光施設であり、マリンパル女川シーパルツーの後継にあたる施設である。女川町の特産品、水産物の販売、海産物やスイーツ等の飲食メニューや、オーガニック石鹸の販売、製作体験といったサービスを提供している。域内はペット持ち込み禁止。テナントは、 以下のようなものが挙げられる。商業エリア開発が評価され、以下のような賞を受賞した。2016年1月16日に、泉パークタウンタッピオと姉妹施設協定を締結した。これは、泉パークタウンタッピオを運営する、三菱自所が、シーパルピア女川の開業準備業務を後押しした、ことに由来する。シーパルピア女川公式2021年6月20日。 閲覧。AB、運営会社。シーパルピアオナガワ。2021年6月20日閲覧。AB、町づくり会社が運営する、テナント型商店街、オナガワ町でオープン。日経 BP 総合研究所。2021年7月30日閲覧。ABCD、シーパルピアオナガワ。地元市場浜テラス。中小企業町。 2021年6月20日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNO 女川町中再生計画。女川町。2021年6月20日閲覧。AB 女川駅前にぎわい拠点。女川町。2021年6月20日閲覧。道の駅の第54回登録について今回7駅が登録され、 全国で1187駅となります。国土交通省道路局。2021年6月20日閲覧。AB、シーパルピア女川。新建築。2021年6月20日閲覧。12月21日女川駅前。プロムナード、シーパルピア女川1。FM 東京。2021年8月11日閲覧。女川。 津波津波311女川。YouTube 2021年5月19日閲覧。東日本大震災シリーズ会が見える町宮城。女川町の復興35。YouTube 2021年5月23日閲覧。女川町復興計画 ABC。美味しい。楽しい。地元市場浜テラス開業。女川デーズ2021年7月10日閲覧。 AB 地元市場浜テラス心から2021年7月10日閲覧地元市場浜テラス海外散歩2021年7月10日閲覧 ABCDEFGH シーパルピアオナ和地元市場浜テラステナント出店工房要項オナ和未来創造株式会社 P10 2021年7月10日閲覧 Facebook g o 2021年7月10日、閲覧。サンマのヤマホン直売所。株式会社ヤマホン。2021年7月10日閲覧。シーパルピアオナガ地元市場浜テラス。初社団法東北観光推進機構。2021年6月20日閲覧。石巻市全域ズバス路線案。石巻市。2021年6月20日閲覧。 AB、宮城県小名川町、シーパルピア小名川、仙台市泉区、泉パークタウンタピオ姉妹施設協定を締結、復興支援をきっかけに生まれた絆寮エリアの発展へ、三菱辞書グループ、2021年6月21日閲覧。このプロムナードは、小名川町中心市街地の象徴と位置づけられている。かつては、過小で、物産センターと呼称されていた。 ありがとうございます。